ップデートの影響で前の動画からかなり時間が空いてしまいましたが、本日からまた動画投稿再開していきますので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いします。嬉しいことに今回のアプデでかなりの数の新しい選手たちが登場しましたので、皆様との情報交換の場も兼ねまして、今回は取って出しプレイヤーズレビュー、いつものゲームプラン紹介のサブコンテンツ的に獲得した新しい選手のおすすめの起用法などをご紹介していきたいと思います。記念すべき第1回目はこの男、昨日登場しました星5指名契約権で獲得可能な歴代最強トーマス・ミュラー。総合値96と今までのどのミュラーよりももう一段階先にいちゃってます。自分はイーフトにお任せした振り分けで育成しましたが、レベル上限が26と与えられるタレントポイントも豊富ですので、尖った育成も可能です。おすすめの起用法はラインブレーカーとの組み合わせによる2トップの一角でライブレとデコイランというプレースタイルの動き出しのタイミングの違いを楽しめます。使用感はもちろん最高でした。オフェンスセンス97というほぼ完走状態、オフザボールの動きにさらに磨きがかかってます。ドリブル、フィニッシュ力、パス供給能力も今までよりさらに1段階上がった印象で、これまでのミラーとは一線を画す、そんなスペックに仕上がっていると思います。誰でも獲得可能な史上最強デコイラン、トーマス・ミュラー。ぜひ獲得をご検討ください。また以前ご紹介したこちらのゲームプランで活躍してくれること間違いなしです。概要欄からぜひチェックしてみてください。取って出しということで今回はここまで。皆さんもおすすめの選手がいましたらぜひコメントの方よろしくお願いします。ひねくれた戦術のゲームプラン紹介も再開していきますので、ぜひチャンネル登録してお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。